ヒラリオンとは、近代新知学の教義で、古代の知恵の大師、商店大師派では、アセンデッドマスターの一人とされる。新知学協会から分派した、アルケーンスクールのアリス・ベーリーは、七光線というオカルティズムの概念において、彼は、第五光線を司るとした。ヒラリオンを、ヒラリオンと読むのは、英語の発音に準じたもの。日本の新知学徒が発行した書籍をはじめ、 日本語のニューエイジやスピリチュアルの書籍でもヒラリオンと表記されている。キリスト教の詩とパウロやネオプラトニズムを説くシリアの哲学者、イアンブリコスとして出現したとされ、同盟の聖人ガザのイラリオンであったとされることがある。ただし、彼とイアンブリコスとは生きた年代が重なってしまうため、少なくとも両立させることはできない。新地学のテキスト、道の光は、 彼のメッセージとされている。ベイリー、アリス A、エイトリーテスオンコズミックファイヤー、1932、ルシストラスト、1925、P1237。ありがとうございます。